おもむろに取り出すんじゃないよ。おもむろに見るなよ、なんだよ。いや見たいでしょ。 VS 俺のと比べてやるぜ。VS どうなの、最近の VS どうなったの。俺のと比べてやるぜ、ね、できたの。お、いろいろつけたね。どうですか。おー、ちょっとこんだけね、やっぱつけてるわけですから。おお、つけたね。つけたよ。いやいや、やめ放り投げんじゃないよ、俺の VS を放り投げんじゃないよ。ええじゃないよ。2回も言わなくていいね。さあ、中澤さん。はい。今日、ジャパンカップ3です。来ましたね。初めてでしょ。初めて来たよ、公式大会。見ました、この人。見た。すごい人。どうでした、コミケと比べて。コミケと比べて大したことない。あ、コミケと比べたら大したことない。全然大したことない。いや、でも、3800からいる。らしいですね。そうですね。そうよ。飛行機も来ちゃってるから。飛行機飛んでるね。飛行機はたまたま飛行機が来ちゃって、もう聞こえないと思うけど。いやいや、すごい人でした。エントリーするのにも結構並びましたからね。僕1時間半並んでるから、ね、うん、僕20分ぐらいでした。いや、すぐじゃねえか、うん、すぐです、ね、すぐだろ。そうそう、大変でしたよ。朝早い方が並ぶっていうね、言ってたね。この間のマシンとね、そんな変わりません。はい、 MA ってやつで、MA シャーシで、ね、MA シャーシね。で、これちょっとスラダーになってますから。スラダーね、あ、動くんだ。なんでこういう風にすればいいの。これはね、やっぱね、あの理由を、コースのつなぎ目、つなぎ目にこう、あの、うん、スライドしないと、うん、ガガガガっていっちゃうから、ね、はあ、なるほど。それをスムーズにするわけよ。もうバネが受けだね、受け答えの受けと一緒だね。あの、何言われても、うん、弾力ある回収、うん、全然スムーズじゃない、うん、で、タイヤは 24mm っていう、はい、ちっちゃい目の小径だっけ、小径サイズにしてる、ね、小径削ってるからね、はい。タイヤ削ってんの。タイヤ削ってるだろ。これが中継。はいはい。これも中継、うん、全然違うっていう、うん、やってるわけよ。やってるね、うん、すげえ睨んだけど。あ、でもいちいちね、はい、あの説明するほどじゃないから。そうそう。あ、でもこれで今日はじゃあこの間だから準々決勝行ったな、これ。お、じゃあ今日も期待できるんじゃん。ただ今日はね、すごいね、うん、2秒で飛ぶ気がしている。あのコースさっき見たけどね。そう、すごかったね。すごかった。飛ぶ、いきなり飛ぶね。そのいきなり飛ぶのはみんな分かってるの。え、初めてかなんか分かんないけど、俺だけ知らなかっただけ。あのババアのパンチが見てる場合ね。先見つけたのあんただよ。で、俺はいつも TTK T シャツ着てるんですけども、はい、TTK とは何ですか。 TTK T シャツはいいのよ、別に、ね、うん、あの言わなくて、うん、今日着てない。 TTK T シャツ何だったの、ちなみに。TTK T シャツ略なんですよ、TTK。 え、た、東京、田沢、お、か、な、囲む、かい、みたいな感じ。すげえ惜しいんだけど。惜しいわ。惜しい。あいうえお作文下手だな。取り直してもらって。違うのよ。何ですか。田沢トライダーガーを加工会っていうね、勝手に俺が、作って、ネット上のトライダーガーを全部囲うっていうやつがあって、勝手に作ったで、勝手にブロックされるっていう現象が起きてるんだけども、その T シャツを、うん、ちょっと洗濯し忘れてきまして、うん、で、今日は消耗品軍団 T シャツ。何なんだこれ。消耗品軍団 T シャツになりましたから。知らないですよ。 TTK 着てないし、うん、ちょっとこう、うん、いつもと場所ね違うし、はい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 、勝てないんじゃないかなっていう感じで。いや、でも分かんないです、まだ始まってないから。始まってからですからね。そうよ。いや、だって言ってしまえば、まあ、5台走るわけじゃない、はい、で田沢君以外の4台の方のマシンがコースアウトしたら、田沢君は自動的にもう次の、とこに行けるってことでしょ。そうよ、うん、だから全然いいじゃん。何を まともなこと言ってる。いやいや、まともなこと言うでしょ。レースに期待しましょう。はい、一時の模様をどうぞ。ありがとうございます。コースですね、どうぞご覧ください。マシン取らないで行こうとしたぞ。実況の戸部です。解説の田沢です。実況してください。あ、実況は僕がするんですか。、ね、東京さん、はい、始まりました。次、中里選手の初めてのレース。はい、何コースですかこれは。青なんで1です。1コースですね。1コースはいきなりあれですもんね、メビウスですよね。あ、行きますよ、はい、頼むぞ。あー、出遅れた。あれいないよ、中里くん。あれん、どこですか。最初のプラウトで飛びましたよ。マジですか。
中田君の顔はもうすごい、もうすぐ帰ろうとしてますよこの後バイトあるからすぐ帰ろうとしてるよ。もうレース終わったから早く帰らせてっていう感じですね。あれは、あれが、一番最初にレース出た人の顔ですいい顔してますね。カメラでは捉えてないですけど、僕らは記憶しておきましょう。はい、いい顔してますね彼。あ、いい顔してるわ。どうだった初めてのジャパンカップ。2秒ぐらいで終わりました。もう1秒ぐらいだよね。1秒見えなかった。最初まっすぐ走ったの。まっすぐ走って、あの多分最初の山ね、山でどんな感じで飛んだの。左に飛んだ。左か、あるある、それある。幻のゼロレーンで、あー、ゼロコース行こうとしちゃったのね。幻のゼロコース、幻らしい。幻らしい。幻え、見えたんだ。見えた、こいつが行こうとした行こうとしたこいつが行こうとした行くっていやいや俺あっちいやいやそんな意思は見てるわ多分俺あっちって言ったの。コースアウトしましたよ。だからうわしょうがないですね。次頑張ります。スタートも遅れてたでしょあんた。スタートも緊張して、ね、いや何あれ、あんなんだと思わなかったしかもあなた車検の時さ、見せて、そのままマシン受け取らず行こうとしたでしょ。そうだね。何しに行ったの何しに行こうとした。あの向こうの人が渡してくれたリップじゃない、そんな扱いじゃないから。リップじゃないんだよ。そうだったんだよ。そうなんだよ。いや中円だから足んないですよ。そうやっぱりまだまだだと思います。多分秋だったらセッティングしやすいかと思います。いろいろ改造してちょっとあの高速系なんであんまり尖ったとこはないんですよ。なるほど、なるほど。ちょっといろいろね。じゃあこれから一言ください。はい、バイトに行ってきます。はい、頑張っちゃった。アルカネットと申します。よろしくお願いしますね。いや頑張っていきましょう。うんうん、あもちろん知ってますよ。あまあ全然いいですよああじゃあちょっとやってみてください。何が面白いのこれ